紙で立体作品を作ってみましょう。画用紙と厚紙を用意します。画用紙で筒を作りましょう。のりしろになる部分を折っておいてください。丸くしたらここをボンドで留めて、入り口を開けます。のりしろに切り込みを入れたら、ボンドを薄くつけてください。これを広げて場所を決めて、強く押し付けます。今度は細長く切って、トンネル状の建物を作ります。両側を折って、のりしろを作ります。これでトンネル状の建物ができました。今度は塀を作ってみましょう。のりしろを折ったら同じように切り込みを入れて、ボンドを薄くつけます。塀を曲げながら貼ると倒れません。上の部分に切り込みを入れ、左右に倒して動きをつけました。細長い帯で塔とトンネルをつなぎます。ここに細い紙を輪っかにして貼り、ロープウェイをつけます。輪っかにして貼っているので動きます。こちらは切り込みを入れて時計台を作っています。大まかな形ができたら階段をつけたり、窓を開けたり、屋根飾りを作ったりします。紙が余っていたら、ラッパ状の建物を作って付け足したり、屋根飾りを増やしたり、筒状の建物を増やしたりします。筒状の建物は折り目のところで先に窓を開けておいてもいいですね。切れ端もボンドをつけて、飾りに使いましょう。形が出来上がったら色をつけていきます。これは食紅を水で溶いた食紅スプレーです。立体的なものでも入り組んだところまで色がさっとつけられて便利です。液がたまったところは筆で慣らすといいですね。もちろん普通の絵の具で色を塗ったり模様を描いたりしても構いません。こんなキラキラ光る糊を使って模様を描くと、ちょっと豪華な感じになります。盛り上げるようにしてつけていきましょう。乾くと糊が縮んで平らになります。
こんな感じに出来上がりました。建物の大きさや配置をいろいろ工夫すると、自分だけの紙の世界ができて面白いですよ。